ジュピターと申します。どうぞよろしくお願いします。ちょっとの時間お付き合いください。16日ですね。送り盆ですか。今お届けしましたスタンドバイミーという曲、ベニーキングさんですね。今年実はお亡くなりになられました。送り盆の意味も含めてですね、追悼の意味も含めて、お送りしました。追悼の意味を込めて、今度日本の方ですね、有名な方も、亡くなっておりますので、この曲は皆さん多分ご存知だと思うので、私歌詞を先に言っていきますので、ぜひ歌えたらいいなという気がしますけど、思い出の渚という歌です。グループサウンズの曲なんですけど、君を見つけたこの渚について、ああ。